神プロ7号になります。はしょりましたね今。1998年1月発行とかいらないんですね、うん、今回は。じゃあもう一度言います。神、はい、プロ7号 Yes I do カッキーのインタビューになります。よろしくお願いします。はい、今回が6話目になります。はい、ここからちょっとまた話題が変わりますね。はい、聞き手がじゃあそろそろ柔らかい話題に移りましょう、うん、尾崎豊以外に好きなミュージシャンっています、うん、と聞くとカッキーが僕はいろいろ好きですよ、結構いっぱいいますよ。で聞き手が、シャランキューのライブも行ってるんですよねと聞くとカッキーが本当に音楽の趣味はバラバラなんですよ、うん、もちろんシャランキューも好きだし河村隆一や山崎まさよしや、うん、スピードも好きですし、うん、わけ隔てないですね、うん、聞き手がプロレスラーって昔は芸能界とつながりがあったじゃないですか、やっぱそういうのはこれからもやっていかなきゃいけないと思うんですよ、だからそういう意味で、うん、垣原さんの言っちゃなんですけどミーハーなところって僕はすごく面白いと思います。さっきいやー僕ってミーハーに見えます、うん、言うと、聞き手がだからそれがいいところなんですよ、うん、というとカッキーが僕はめちゃめちゃミーハーですね、うんうん、ミーハーですね、で聞き手が女優とかとも噂になっちゃってください、うん、というとカッキーがいけたらいいですけどね、うんうん、で聞き手がレスラーたるもの世間に食い込んでいかなきゃいけないですよね、でカッキーがそれはさっきの井の中の蛙の話に通じますよね、うん、で聞き手がそうそうそう、カッキーがだから世間にね大手を振って出ていくためには自分にものすごく自信を持たなきゃいけない、うん、プロレスラーとしても格闘技者としても両方の自分を持ってればすごく揺るぎないし、うん、人に何を言われても平気でいられるじゃないですか、うんうん、そういう状態を作っておいて表に出ていけば思いっきりアピールできるしミーハー街道まっしぐらですよ、うん、聞き手がミーハー街道と言った合いの手を入れるとカッキーがその中途半端を消し去るための作業として一戦一戦大事にしてゆくゆくは垣原雅人のオリジナルバージョンを作ってバーンと世間に出ていくっていうのが僕の夢ですね、で聞き手がいい目標ですねというとカッキーが今は柔らかい話でしたっけ、硬い話はやめましょう、うん、もっと僕の深層心理の部分を話したいんですけどいいですか、うん、で聞き手が Yes I do、うんうん、なんか気が合ってますね、うん、でカッキーが家に神棚はありますか、うん聞き手がへーと聞くとカッキーがまあこの話をすると大体笑われるんですけど、聞き手が現代の若者にしては珍しいですね、ほう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 、カッキーがでも神棚の前で手を合わせるっていう行為が一番心が安らぐんですよね、で聞き手がそれはカッキーの意外な一面ですね、うん、というとカッキーがそうでしょ、うん、親のアルティメットに次ぐ初公開第2弾、どういうことだ、いやあの親が喧嘩をしていてアルティメット状態になってたというのをこのインタビューの冒頭で初公開したわけですよ、うんうんうん、なるほど、第1話目に出てきた、ね、の親のアルティメット話に次ぐ初公開第2弾が、うん、神棚の前で手を合わせるということですね、聞き手が毎朝晩、ごめんなさい、毎朝パンパンってやってるんですか、うん、というとカッキーが Yes I do、うん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 、人間って生きてると気づかずに過ちを犯しちゃうことがありますよね、うん、酒井さんも平気な顔して嘘ついたり人を傷つけたりしてると思うんですよ、酒井さんというのは聞き手ですね、うん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 、で聞き手が Yes I am、うん、多分やってるでしょうね、うん、カッキーがそういうことを反省して浄化する作業なんですよ、うんうんうん、で聞き手が神棚がマイブームなんですね、うん、というと、カッキーがそうですね、毎月1日と15日には、榊を買ってるんですよ、うん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 、本格的ですね、うん、マイ神棚は持ってるんですか、うん、でカッキーがもちろん、でもこういうこと言っても誰も分かってくれないんですよ、うん、聞き手が僕もそういう趣味の人にお目にかかるのは初めてです、うん、趣味っていうのも失礼な話ですねでも垣原さんはリングに上がる前にお祈りしてますよね、うん、あれもそこに通じるんですか、カッキーがそう、あれで心が落ち着くんですよ、うんうんうん、聞き手が他人が何と言おうと関係ないですよ、我が道を行くべきです、うん、というとカッキーがまあ変な宗教じゃないですから、うん、僕だけの神様がいるんですよ、うん、ということでインタビューが終わってますね、うん、はい、うん、試合前のお祈りといえば、うん、大一番には木立を持っていく田村清さん、はい、この神棚話はいかがですか、なんか強引につなげてますね。はい。まあ、うん、
困った時の神頼みって感じですかね、うんうん、いやでも僕の活気の気持ちは分かりますね。あ、そうですか、はい、どういう、いや毎神棚持ってますしね。あ、持ってる、はい、持ってるというかあの、ありますしね。じゃあ一応手合わせてるんですか。 毎朝合わせます。はい、お、それは素晴らしい、はい、意外ですね。神棚とあと仏壇、はい、ご先祖様の仏壇、ほう、はい、これ2つ必ず朝は手を合わせますね。あ、本当ですか、はい、あ、それは意外な一面です。あ、そうですか。うん、ご先祖様っていうのはどのご先祖様、はい、父親の系統のご先祖様ですね。はあ、はあ、はい、あ、まあいろいろあるんですね、はい、複雑な、いや特にないですけど複雑な。母親は、母親の先祖は、ないんですよ。ないということはないんですけど、まあ、いろいろ複雑なわけですか。まあ、それしか逆に言うと残ってないっていうことですね。あ、そうなんですか、ああ、なるほどね、そうなんです。ほう、まあ、ちょっと私事になりますけど、はは、あ、でもそれはちょっとね、いろいろ私もありまして、うん、そのある時期を境にですね、神棚と仏壇にだけは必ず手を合わせようと、はははは、なるほど、決心をしてから毎朝祈るようにします。反省の意味も含めて。そうですね、はい、もう半世紀がいつまで続くんだという話です。半世紀ぐらい続く。そうですね、そう、うまいこと言いますね。、はい、さあ、そういうことで、うん、どういうことですか。これでもまあカッキーのインタビュー今回で、いや、すごくねカッキーらしいインタビューで、うん、いいインタビューだと思いますね、うんうん、これインタビュー5期後期ですね。後期ありますけど、はい、あ、これがね、はい、ちょ、これ読みましょう、はい、インタビュー後期5期って、うん、5期ってね。まあいいです、はい、インタビュー後期。 Yes, I do. Yes, I do. はい、すいません。インタビュー後期、うん、実はこのインタビューを受けるかどうかカッキーはかなり悩んだという、うんうんうん、自分の中で消化しきれていない問題が山ほどあるのに喋れないと思ったそうだ。ファン思いのカッキーならではの心意気である、うんうん、カッキーはこうも言った。このインタビューが今世紀最後になるかもしれないです。え、一瞬耳を疑ったがカッキーはこう続けた、うん、今消化できないこともあと3年したら喋れるようになると思います、うん、その声はとてつもなく明るい、うん、僕らは21世紀までカッキーを待とうじゃないか。カッキー解禁インタビューは神プロでやろうぜ。そう、うん、合言葉は Yes, I do、うん、というインタビュー後期ですね。あ、ここはインタビュー5期って言うべきですね。もういいですよ、はい、僕のアホさ加減を。ですから1997年からも3年経てば21世紀になるので、その時まではインタビューを受けないかもしれないと。ただその間に自分の苦悩も払拭して自分のポジションを必ず確立させるんだという意味合いだと思うんですけれども、まあでもふと僕思いましたけど、はい、関係全日本に行って、そこからノアさんに、はい、全日本さんに行ってノアさんに行って、はい、でそこから新日本でしたっけ、新日本にも、ね、はい、移籍してるので、うん、でそこでね IWGP ジュニアを確かもう巻いてると思うんですよ、ベルト。あ、そうでしたっけ、はい、ベストオブスーパーザスーパージュニアで優勝したっていうのはなんか記憶にありますけど。そうか、巻いてないか、はい、ジュニアのベルトはちょっと一回そちらやっぱ、ま、巻いてなかったですね、はい、ベストオブスーパージュニア、はい、ベストオブザスーパージュニアで優勝はしました。で2002年に新日本に正式入団、うん、その前が、キングダムが解散してさっきも、言いましたが全日本に行って、うん、全日本から今度ノアに移籍して、うん、でオープンフィンガーグローブを装着して、うん、ファイトをしてたんですけれども、うんうん、まあ、その後対談をして、うん、で新日本プロレスに上がるようになると、うんうんうん、でベストオブザスーパージュニアで優勝した後もちょっと怪我を、うん、して、あ、うん、首ですかね。そうですね、はい、2006年4月19日に現役引退を発表と、引退式僕行きま顔出しましたね。あ、そうでしたか。はい、ユインター勢がほぼ来てたと思うんですけど、呼ばれたんですか。呼ばれました。あ、よく呼ばれましたね。いやいや、よく呼んでもらいましたね、うん、はい、まあ、その後深山仮面として、うん、まあ、クワガタ、うん、大好きということで、うんうんうん、クワガタのプロデュースする形で、また別のね
方向に行きましたけれども、そういえば今思い出したんですけど、ミヤマカメンがユーファイルキャンプに来てるんですよ。え、いつですか？遊びに。ほうほうほう。いつか忘れました。その引退した後ぐらいです。あと、じゃあ2000年代ですね。はい、2000年代です、はいはい。あ、そうか、2000年代で決まってますよね。はい。だからまあ、ミヤマカメンからで、うん、これからまた新たな人生、あ、プロレスラー柿原正人は引退して、うん、新しくミヤマカメンっていうのを、はい、キャラクターを作って、はい、これから新しい世界へというところであったと思いますね。うん、なるほど。でいろいろこう話を聞いたりとかして、うん、はいはいはい、今はお付き合いはあるんですか？カッキーですか？はい、ありますけど全部ないですね。うん、会えば多分普通に喋ると思います。はい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 、でも最後に会ったのは、うん、ね、上井さんのイベントが大阪であったんですよ。ははは。でこれがね確か 2,3 年ぐらい前ですね。で僕がリング上で挨拶、うん、でフケもいて、フケカッキーもリング上で別枠で、うん、なんかトークショーみたいなやった記憶があります。そこで会いました。うん、でも会場では会えなかったんですけど、そうですね、はい、たまたまホテルその翌日、うん、僕が帰ろうと思った時にばったり会ったんです、うん、でそこでもう 2,3 分ですけど話したのが最後ですね。はいはい、じゃあカッキーとは今でも会えばもう全然普通に喋れるというか。あ、僕はですね、うん、僕はですねってどういうことですか？向こうはそう思ってないかもしれないっていうことですか？相手も相手があることなんで、なんか多分喋ってくれるとは思いますけど。いや大丈夫だと思います。喋っていただけると思いますけど。そのパターン多いですよね。向こうがどう思ってるかわからないという、うん、でもそんなもんじゃないですか。まあまあ確かに、ね、うん、片方だけね、はい、相手の気持ちもあるわけですから。このインタビューのタイトルが、まあ、最後になってあれですけども、うん、心優しき男は弱肉強食のリングで何を思うというタイトルがついてるんですね。うんうん、こう明るく振る舞うがゆえに、うん、逆に今見ると各期の苦悩がよく伝わってきますね。当時どう読者に捉えられたかは分かりませんけれども、うん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 、なるほど。だからこれあれですね、ちょっとごめんなさい、私事であれですけど、僕のインタビューが始まって、うん、はい、でそこからフケですね、はい、フケ選手のインタビュー、そしてカッキーのインタビュー、うん、はい、このここに3人が一緒にいるっていうのはすごく、うん、なんかこう上村プロさんのこうなんか遊び心遊び心というか、まあ、何を意図としてるのか、たまたまUWFの火を消さないということですよ。いや、っていうことなんですか？違いますか？これね、うん、ネタがなかったんじゃない？だって、これ見てください。はい、僕、カッキー、フケ、あんまり、そこまで出てないですよね、メジャーな。方がこれでも、いやダメだな、これダメだ。何ですか？いやこんなこと言う木村健吾さんをけなしつようになるんで。アジャコングさんもいますよ。いやそうですね、はい、いやごめんなさい、だって前田明さんの名前だってあるじゃないですか。うん、前田さんはだって常連じゃないですか。まあまあそうですよね。これダメだな。あ、そういう豪華メンバー出てますね。グレートサスケ、アジャコング、ジャガー横田さん、冬木、うん、さん、メンズ、まあ、確かにね、あれですよ、こうモハメとヨネ、UWF スタイルを支持してきた媒体というか、うん、UWF の方向性をこう見て、うん、見守っていきたいという媒体としては、うん、やっぱ高田ヒクソン戦のショックというのはやっぱり雑誌の作り方にはちょっと影響しているところはありますよね。なるほど、うん、まあ一番聞きやすいですしね、喋りやすいでしょうしね、田村、ふけ、柿原が、うん、何を喋りやすいですか？あの質問しやすい。あ、そうですか。例えば 僕らより上の方、うん、諸先輩が、新生、有関係の先輩方なんか聞けないでしょ。
いやいやいや、先輩方の方が聞きやすいですよ。いやいや、そんなことないですよ。こう一番下っ端の僕とふけかっきーの方が聞きやすいですよ。いや、聞きにくいですよ。いや、だって宮津さん、安城さん、中野さんの方が聞きにくいですよ。あ、まあ聞き手としては、うん、あの前田さんとか高田さんとかの方が聞きやすいんですよ、うんうん、聞き手としては。そうなんですか、うんうん、タムちゃんの世代になると、うん、まあ、サクちゃんもそうですけど、うん、言葉が少ないので、うん、あ、うん、なるほどね。こう、あと喋りづらいところもあるでしょうから、うん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 、ただもうこっから先は、うん、タムちゃん、それこそカッキー、フケ選手を含めて、うんうんうん、まあ、いろんな有形の選手も台頭していきますよね、うん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 、形は違えど、うん、で時代の流れが、流れというかうねりがこう出てくる時なんで、うんうんうん、逆に言うとすごくね面白い時代でもあったと思いますね。うん、だってこれ表紙になってる号ですけど、はい、97年12月には、うん、ダムちゃんが、前田明さんから初白星をあげるわけですから、うんうんうん、俺たちの時代、そうそうそう、 UWF 版俺たちの時代と大きな声で、うん、あまり言えない時代でもあったとは思うんですけど本当にこう時代のねうねりがね、うん、起こってる頃なので、じゃあプロレスの立ち位置、うん、UWF の立ち位置、うん、格闘技としての立ち位置みたいなね、うんうん、いろんなものがこう、そうですね、あの、はい、僕がね、今この時系列に説明したんですけど、はい、非常にね、清少年からしてみると感傷的になるんですよ、うん、感傷深いっていうか、はい、それがね、まず歴史振り返ってると、はい、前田ニールセン、はい、前田さんとニールセンがやったのが86年ですね。86年なんですよね、はい、6年、あ、7年6年か7年か6年か7年そのね、3年後に僕やってるんですよ、うん、前田明さんと。ああ、10月はい、あの札幌ですね、1989年はいはいはい。だ、僕は清少年の時に前田さんとニールセンの試合を見て、うん、はい、やっぱり、うん、影響だったり影響とかするやん、うんうん、そのレスラー目指したファンの頃の清少年が3年後4年後に前田明とやるんですよ、うんうん、だって自分でね、はい、申し訳ないですけど、私事で申し訳ないんですけど私事ってこれタムちゃんの YouTube ですからいいと思います。そのね、ブラウン管を通して見てた清少年がまさかね3年4年後に、うん、前田明と試合やるとはその当時に思っても見ないじゃないですか、はい、だからそうやってね、時代とこうシンクロさすとね、ちょっとはぁーって思う、まあいろいろ感慨深くなりますよね、うん、年頃になってきました。89年10月か、そうですね、うん、あの10月眼下底骨折になった時がですね、はい、そうか、前田ニールセンは86年の確か10月ですよ。ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、うんうん、ちょうど3年後ですね。3年後です、うん、3年という月はやはり大きいということですね。3年あればもういろんなものが変わっていくわけですから。なるほど、うん、確かにそうですね。じゃあもうなんで最後ため息なんですかなんかカッキーのインタビューダメだな、うんうん、なんでですか。いや、ダメというか、そうそうそう、干渉に浸ってしまう、うん、あの、柿原自体がダメなんじゃなくて、うん、ちょっと、ね、なんかいろいろこう複雑に思いがこう交差したり、うんうん、当時のことを思い出したり、もっと言えば新生 UWF の新弟子の頃を思い出したりとか、うんうん、あのカッキーが一番長かったんで。ああ、なるほどね。そのフケ選手とのカッキー、うん、カッキーとフケの、うん、その付き合いの誤差は全くないんですけど、うん、カッキーの方が、うん、新生 U から U インターで、うん、結構そういう意味で苦楽を共にした仲なんで、なんか、うん、ちょっと寂しい気持ちになりますね。うん、まあでも今ね、カッキーはまたいろいろこうプロレスにも復帰したりとか、いろいろな活動もしていますしね。まあ今じゃないのか、ちょっと、うん、2、3年前、そうですね、うん、ちょっと後楽園ホールとかですね、4、5年前とかね、うんうん、三山仮面としてもこう活動してたりとか、クワクワですね、うん、元気でいてほしいですよね、はい、キャンピングカーつけるんですよね、カッキー。キャンピングカー持ってて、そうですね、はいはい、
まあじゃあ、うん、このあとね、まあ、これは97年のカッキーですから、はい、うん、カッキーもこのあとどんどんねいろんなことが起こっていくと思います、うん、そうですね、わ、はい、かりました、はい、じゃあカッキー柿原正人選手のインタビューはこの第6話で終わります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。